レールパワーテクノロジーズはカナダでハイブリッドディーゼル機関車など環境負荷の低い機関車を設計、製造する企業である。フランク・ドネリーとジェラルド・コルディクにより2001年に設立された。トロント証券取引所に株式公開されている。アップの Y2315 号。グリーンゴートのデモ社、レールパワーが製造する機関車は 基本的にスイッチャーでグリーンゴートと呼ばれるモデルとグリーンキットと呼ばれるモデルなどがある。どちらも中古の機関車をリビルドしたもので、主として待機時間が長い操車場で使用されている。ハイブリッド機関車は環境負荷の低い小型のディーゼルエンジンと発電機を組み合わせたものを2機搭載してバッテリーを充電し、その電力で車両を動かす。また、 このエンジンを3機搭載したディーゼル機関車もある。どちらも従来車種と比べて低燃費であり、窒素酸化物及び PM の排出を80から90%低減している。それぞれ主社からは大枠から下のみが流用されており、大枠の上はフード、運転室も含めて申請されている。導入したのはカナダ太平洋鉄道、BNSF 鉄道、 カンザスシティサザン鉄道、ユニオンパシフィック鉄道などで BNSF 用に製造した何両かは遠隔操作装置を備えているため実質的にキャブレス仕様である。グリーンパワーはこうした環境負荷の低い機関車製造で身につけた手法でクレーンも製造している。レイルパワーテクノロジーズ、ありがとうございます。